けましておめでとうございます。昨年中はいろいろご指摘に預かりました。本年もどうぞ相変わらずお願いいたします。いや、おめでとうおめでとう。どうだね、部屋は空いてるからね。あ、さあ、どうぞ。あら、いらっしゃいませ。おめでとう存じます。まあ、若旦那もおめでとう存じます。おめでとう。せがれも今年は18になったのでな。18といえば一人前。もうそろそろ商売の付き合いも覚えさせようと思ってな。お豊さん、よろしく頼むよ。こちらこそよろしくお願い申します。さあ、どうぞ。ちょっと誰か、さあ、どうぞどうぞ。どうしたの、与野さん。いい親御さん持って、若旦那も幸せだな。またお父っつぁんのこと考えてるの。そんなにピヨピヨしなくたって、縁があればいつか巡り会えるっていうのにさ。どうだか分かるもんか。始めやがったな。なあ、やりってやれ。ええ、何の恨みあって俺のところだけこんなまで今の感じやったんだ。ねえ、ヘッドを拾え。おやさんがそんな乱暴な。乱暴。
な。お父さん止めてくれな。話してくれ。俺はもう我慢できねえんだ。ああ正月の正月、旦那に怪我させなんて、その上店にまでケツつけやって、俺はもう。ああ、我慢しておくれ。お願い。あんな乱暴な奴らに手向かったって、叶うはずはないじゃないか。いや、叶うなさって言うんだ。俺は死んだって言うんだ。俺は悔しいんだ。ヨナさん、あんた今死んでどうするの？お父っつぁんに巡り会えるの？悔しいのは私だって同じだよ。だけどあんたには大切な念願があるはずじゃないか。お父っつぁんを探して、いつかは親子の名乗りをする。その日を楽しみに待っているのは、あんた一人じゃないんだよ。薬の薬よくなるそうだから。あいて、あの久兵衛のやつ、こともあろうにおめえを欲しがって、それを断ってからというもの、何かにつけて無理難題だ。このままじゃケチがつくばっかり。世の騎士だって悔しかろう。どうしてる？まだ起きてるようだけど。そうか。それでおめえ、久兵衛をやったのか。本当よ、のさ。本当だ。俺はこれから名乗って出る。よのさん、なんてことしてくれたんだろうね。名乗って出りゃお仕置きだよ。それも知ってるんだ。だけど俺はこうしなきゃいられなかったんだ。大恩を受けたこのうちがあんなゲジゲジ野郎に因縁つけられ、これから先も困るな旦那とお父さんだ。間違った考えかもしれないけど、捨て子の世の吉、今まで育てられたせめてものこれが恩返しだと思って。だって世のさ、それじゃあんなに探していたお父さんに会えないじゃないか。おとよ、旅の支度してやんな。旦那。世の吉、名乗って出るのはいつでもできることだ。その前にせめて一目でも親に会っていきな。どこにいるんです？それは俺にもわからねえ。それじゃあ無理だ。いや無理じゃねえ。おめえを捨てた親だってどっかの空でいつも思い出してるに違えねえんだ。親の思いとこの思いは見えねえ糸でつながってるもんだ。探して探せねえわけやねえ。行きな。行って探すんだ。ヨナさん、そうして。旦那。おとよ、早く支度だ。金も持たせてやんだぞ。どうだ。ええ。この辺に来たまま、それっきり姿を見せないんですからね。そうか。お父さん、お父っつぁんに巡り会うまではきっと丈夫でいてね。ありがとう。お父さんの達者で旦那に孝行してくださいね。
与野さん。与野さん。え。お、お手だ。ねえ、もう二度と会えないのかしら。お手さん、おらん、心の中じゃ、ずっとねえから、どんなに、ヤマさん、あたしだって。え、じゃあやっぱり。もういけねえや。ねえ、訳さえ分かりゃ、おかみだって、命まで取ろうとはおっしゃらないでしょ。あたし、あたし、いつまででも待ってます。え、それは本当？きっと帰って、このうち、きっと帰ってね。じゃあ、さよなら。3人前頼んで、はいはい、本人も、わさい根が大ぐらいのもんですさかいな。では遠慮なくどうぞ。天気やけどしんどい峠だんな。そうですね。お芋ですか。うん、お芋ばっか。うん、どうぞ。ではお一つだけ。時にあんたはどこまで行かれますね。うん、どこって別に当たらねえんですかね。あ、さよか。わたいも実はそうでんね。うん、ほんまに偉いわ。国が見送る。ああ、いい声ですね。ほらな、ほんまにいい声やな。お刺し輝く本当にええ声やな。名称戸籍のいところ歌の国あるとおりたもとなうそよ風も花立ち花の茶の香り娘十八肩へくぼ姉さんかぶりの粋なことわしも行きたよお茶摘みに。いい声だな。花がなんとも言えねえね。
咲いてる山ほらほっとするな海は春風そよそよといい声でんな沖の白子に戯れる千鳥白鳥波枕ばあさん、ちょっとかけ出してもらうぜさあさあ、どうぞなあばあさん、俺は人を探してるんだがな年頃25、6、身の丈は五尺そこどここんな男は通らなかったかさあ、25、6でうん、どんぐり眼で毛虫のような眉毛口は大きくして鼻はすがりしゃがれ声を出す男なんだがなおいおかしなやっちゃな何やねん待てよ聞いたことのあるなどんぐり眼で毛虫のような眉毛で唇を大きく鼻すわりほらわいがもろつきた人相書きにそっくりやな、はあ、するとあいつがあいつが敵やあそうかあいつが敵やとするとこの芋を敵の芋やないかなあアホなおいおいおい待ってくれおい待ってくれだったな、これのことかなあ、捨て子は俺ばっかりかと思ったら世の中にはやっぱりあるんだなおら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 、よし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 おら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 あ、悲しから泣くんじゃねえ泣くんじゃねえおら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 ばあ、ほら、いない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 、ほら、ばあ。個人の語らい、残滅一世、とけんなふ。身につまされてな。ほう、何のわけあんのやな。こらおもろい。聞こえないか、言うて言うて。うん、実は、俺も捨て子なんだよ。何やって？まあ、聞いてくれ。Thank you.
離れて旅がらす。今日も寂しく暮れてゆく。父の姿を心に描き、尋ねさまよ明け暮れは、雲の流れも涙を誘う、風も冷たい田舎道、父と母とに手を引かれ、どこへ行くやら親子連れ、親の情けのしみじみ恋し、空に飛び込む親子どり、尋ねさまよおいらの父は、どこのいずこで暮らすやら。そうか、お前も捨て子やったのか。悲しい身の上やな。だからな、俺はこの子を捨てる気にならないし、と言って連れてもいかずに訳があるんだ。どんな訳や。訳って言うてみな。何か峠の茶店でお前の人相を聞いて探してた、あれも追うてたんかい。そうよ。おかしいな。何がおかしいんだよ。そうか、役人も追っかけてたんかい。だからよ、どうしたもんだろうな。こら難儀なこっちゃな。どうや、お前親に一目追うた後はどないされてもかまへんか。うん、そら居城持ちの俺だ。親に一目会えやもう思い残すことはねえよ。そうやったらその後この子をわい引き受けようやないか。これ本当か。ほんまや。その代わり約束があるで。約束って何で。つまりやな、親に一目を追った後はどないされてもかまへんって約束や。ああ、そんなもんならお安い声だ。約束するか。お安いと思う。ほんまか。いや本当だと思う。例えばやな、いや例えばやで、お前の命もろうちゅうたらお前命くれるか。命。それなんで場合によっちゃやってもいいよ。おっしゃ。お参りなさい、いかがさまで。立花屋、成田屋なぞ、いかがさまで。もだか屋を一つ。ほら、ちょっと待ってね、ちょっとな。もおめえの世話で暇なくてひげもすれへんねんじゃねえか。みんなおめえ、ほら、こんな汚い面になっちゃって。ねえ、少しは俺の気持ちも察して、おとなしくしてくれよ。頼むよ。ああ、あの野郎って何してやんだろう。おきに、おい。何しやがんねん。うるせえ。
いろいろない。いや、あんたもここですか。ほら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 。ほら泣くな泣くな。おい。ほらほらほらな。ほらもう夢もやるからな。ほらほら泣くんじゃ泣くんじゃね。おおほらほら来た来た来た。おい。何してんだよ。あ、来いよ。ほら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 ほよその子の泣き声を聞くとお察しくだされ。ほら泣きじゃねえ泣きじゃねえよ。ほら泣きじゃねえよ。よろしくだおふくかぜ。泣きじゃんだぞ。子はどこよ。マセタコやない。ああ、これありがてな。じゃな、うんと聞きたいからな。泣くんじゃねえよ。ほら、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 泣いているような。ニコニコしてやろ。やったっちゃな。そら、わいかってニコニコしただろう。ええな、まったくいいな。で、どれを歌ってやる。
雨くれ、雨。雨ってあらへんがな。ねえ、どうして。だけど、ほんまに腹減るで、あれだけ歩くと。じゃ、何が？おめえ食っちゃったのか。あれはまあ、それとしてやね。何がそうとしてやね。赤ん坊のもの食ってってしゃんねえのか。おめえ抱いてくれ、これ。すまんすまん。カニカニ、ぼやカニしてな。よしよしよし。楽しいやつだな。よし、もっとやってやるぞ。ねんねんの森はどこへ行った。海山越えて里へ行った。里の妙人の。どうぞ。まったくいい声だね。なんだおめえは。ご同業さん、旅の流しの三線弾き、あんまりいい声なんで、ついフラフラっとね。いや、褒められるほどのものじゃないよ。おや、お前さん、赤ん坊はいるのかい？俺んじゃねえんだ。じゃあどうしたんだよ。どうしたんだって、押し付けられて困ってるんだよ。こりゃいいね。笑うな。里のお土産に何もらった。でんでん太鼓に小の笛なるかならぬか吹いてみよう。本当にいい声だね。ちょっとお前さん、お前さんだって旅を稼ぐには三線弾きがいるんだろ。どうだい、私と一緒に流してみないかい。冗談じゃねえや。
知らねえ赤ん坊と知らねえ女と飛んだ三人旅だ。ねえ、きっと当たるよ。そうかもしれねえ。まんざら悪くはないだろ。おめえが雨食っちゃったから赤ん坊が泣き出したんじゃねえか。あの男に渡したのはお前やねえか。うん、そらそうだけど俺が取り返すんじゃ捕まっちゃうじゃねえか。そらそうやけど、ここまで来て引っ返すのは偉いで。そんなこと言わねえでおめえ、取り返してつくれよ。俺はもう心配で心配である気もしねえんだ。そらお前かて子守りしたりおしめ書いたりしたことを思うと今頃どないしてるかしら思うで。そうだろな、頼ま、ストッパーして一致してくれよ。せやかてお前その前に逃げへんか。え、逃げるくれな何も頼みゃしねえよ。だからここにじゃ危ねえからな。そら先行ってな、止まったやつの目印にこの傘出してこいな。おい、何をやんなさんだね。ご亭主ってほどの代物じゃありませんがね。何屋節が商売なんですよ。あれはいいや。どうも皆さん、じゃあ一つお頼みいたします。いやどうも。じゃあ一つやりますかな。おい女房というほどの代物でもねえが、まあ三味線頼むぜ。よっ、ご用に。待ってました。ほら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 、ほら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 、ああ、頼むからやってくれよ。やってもええけども、なら今夜ここへ泊まるか。うん、泊まるよ泊まるよ。よっしゃ、いいか。ねんねんころりねんころり、親は良い子だねんねしな。おかしい。ぼやは良い子だねんねしな。ぼや、これおか、ほんまにおかしいわ。また立ち上がる石松が、お世話になったお二方、遠い命があるなり、会うこともありましょう。夫婦仲よく暮らしてよと言葉を残して表出る。意志をしっかりしてくれよ。一切しっかりしてちょうだい。見送る人は二割の、見返るものは石松一人、ありがたい二人の人、それに引き換えにくいやつは都だ。
魂打ちにとなったかなと思いまするよ。さすが丈夫な石松も悔しい涙がポロリと落ちる。ここで涙をこぼしたら二人の人に笑われると、おつる涙をまぶたで止める。泣かんとしたが世の中に投げと言われて山ごと研ぎす。闇夜にうっかり泣かれも狭い。泣くなと言われなおせきあげて泣く川千鳥も涙一つが どうで、え、すっかり気がなっちゃったねんか。やっぱり本物やないとあかんのやな。恐ろしい子供や。何が恐ろしい子で、え、どうで、かわいいじゃねんか。な、ほら、うる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 。ねえ、うん、あの赤ん坊どうしたかしら。さあどうしたかな。たった一日でも情が移るもんだね。うん、子供ってものはいいからな。明日うんと早く起きて殿寝てるや先行くんだ。早く寝ろよ。せやけどな、雨の音聞いてるといろいろと考えることあって。お前そんなことないか。うん、そら俺だってあるさ。江戸のこと、行く末のことを考えりゃそら寝ちゃやらねえけど、今さら考えたってしゃあねえじゃねえか。しょうがないやろか。なるようにしかならしねえよ。そらそうやな。俺んだってこう見えても江戸には命までもと惚れた娘があってな。うん、それでどないした。向こうでも俺を好きだって言ってくれて。おお、ええな。だがその時はな、俺は罪を犯した後だったんだ。どうなるもんけ。江戸を出たのが生き別れ、いずれは死に別れになる定めよ。それやね、それがわし苦しいのや。何が苦しいんで。何が、こうして仲良してまたいつかは別れんのかと思うとわし悲しゅうなってきよんね。わしだんだんお前が好きになってな。どうしたんだ。今さらそんなこと言ったって始まらねえじゃねえか。そや言ってになお苦しいやないか。ん、ああ苦しい、おお苦しい。どうしたんだよ。どえないわけがあんねえね。うん、うん、そのわけ言ってみな。なあ、俺でできることだったら何でもするで。うん、それが言えへんのや。水くせえこと言わないで言ってみなよ。言いなよ。そない言うたかって言えへんたら。そうかよ、なら聞かねえ。勝手にしやれ。おい、あの、夜の半。
の消息が分かったか。ええ、福島宿で捕らえられこの街道を江戸へ護送されてきます。明日あたりは先の宿で泊まるはず。そうか、どうもありがとうございます。いやいや、どうも。ごめんやかましいね。何？そうか、てめえ裏切る気か。さっきからどうも様子が変だと思ったんだ。その気ならそれでいい。裏切りゃどうなるか覚悟ができたらさ。うるさいね。そんなお銀とお銀が違うんだ。まあ腕を見てから物を言うがいいや。お、行くには及ばねえ。やる急ぎあって顔を雇ったんだ。ところがよ、その顔にはもうちゃんとお手配済みだ。そうか、いよいよやるわ。もしてるんで。そんなこと言うたかってこれはくよくよせずにいられるか。じゃあそのわけ言ってみな。それが言えへんのや。言えねんの勝手にしやがれ。よしよし、そんなら言うたらどう。わいの悩みはやな、
か敵討ちだぞ。敵討ち？それ見びっくりしてやるかな。一体誰が討つんだよ。それが言えへんねや。言えねえなら言えないでもいいよ。あ、だけどな、俺にも助太刀させろよ。え？ああ、そうやねんが、これまでこうやって仲良くしたんだ。助太刀にもさせるのは当たり前だぞ。俺はな、お前のために命まで投げ出してやったら。お前って男はほんまに気楽な男やな。当たり前よ。俺はな、今日は久しぶりな気が楽なんだ。え？こんなに早く立っちゃうんだ。いくら人のお目かしだって、後からとぼとぼ酔いちめえとくら。よう、そんなこと言うわ。僕はねえよ。正真正銘の一人もんでね。この子の本当のお父さんは、これ、冗談言うね。誰のことか知らねえけど、道端に捨ててあったんだな。捨て子？世の中に捨て子ほど罪なことありゃしねえよ。本当にそうですね。さあさあ、お肉へどうぞ。大きに大きに、どうも。おう、どこだよ、どこだよ。は、ずっとどうぞ。あ、そうか。何いた、かわいいおやつさん。あの娘さんのおやつさんか。へえ。わからんもんやな。まだ一人もんか、あの娘はん。いいえ、もう近々におめでとう決まってますの。そうか、もう決まっとるか。いや、あかんわ。ああ、何ごとくで言ってんだよ、ほんとに。早くおしめでもどっかやってやるのにかわいそうじゃねえか。ああ、忘れてた。そうやせや、おしめおしめ。おにかゆさんはいかがさまでございましょう。おひいき乗り込まれいかがさまでございます。何が一ついかがさまでございましょう。千秋氏じの友丸は今宵この宿の本陣止まりのはず。そこをやるか。うん、して手はずは。
や。何をおいても洗濯仕事、かわいい坊やのおむつを洗う。洗う手先は上手じゃないが、少しはマシだよ、辛抱しな。そのようなことは女の務め。え？それを私が洗いましょう。いや、なんのこんなもの、お茶の子さいさい。どうぞ私に洗わせて。そうですか。それじゃよろしくお願いします。かわいい坊やのおむつを洗う。なるほどね。洗う手先は上手なものよ、これじゃ坊やも嬉しいかろう。やっぱりそうだ。ああ無事だったか。よろはん、よろはん、えらいぶっちゃ、ちょっと早く来てんか。ああ、よろはん。おう。二階さん、何か一つ井川さん。やめこってもらって、はよ大きゅうなりや。ではお別れする。子供が世話になったことは忘れませんぞ。あんさんもご敬礼しゅう。ありがとう。では。子供連れてっちゃっていいの？いいも悪いも。本当の親が来たんじゃ、返してやるのはこれ当たり前じゃねえか。本当によかったわな、お父っつぁん。そうだと思う。ああ寒い。拍手。あ、こらが風邪ひくわ。わし先寝るわ。お前どないする？うん。俺はちょっとここで温まってから行くで。あ、そうか。今晩から赤ん坊らんさかい気圧寝られるで。お客さん、どうかなさいましたか。さっきから妙に考え込んでおしまいなすったけど。そうですかい。何ね、あんまり我が身につまされちゃいましてね。と言いますと？お恥ずかしい話ですが、実は私も親に捨てられた身なんですよ。そうでしたの？何か証拠の品でもございますかな。多尺店のお守りと生まれた時のへそのが、大尺店のお守り。語る男の欲が、おいのまなこを細くして、食い入るように見つめていたわ。ホテルの出て親与左衛門、娘と男
べて鍋かにわかにの騒ぎ顔も姿もことなれどどこかに残す一筋の面影形の皮肉を分けた兄もと。その返答の方に何て書いてあります？ほれ、そんなことねほりはほり聞くんじゃねえよ。お客様、勘弁してやってくださいね。何気にすることはあらしねえな。ああ、こっちこそつまらねえ身の話をしてすまなかった。じゃあ寝るとしようか。ああ、おやすみ。はい、おやすみなさいます。ねえお父っちゃん。ん？今のお客さん、いつもお父っちゃんが話している兄さんのような気がしてならないんだけど。めったなこと言うんじゃねえよ。だって年格好といい証拠の品といい、そのへその脇に何て書いてあるか見たいわ。何をぐずぐず言ってんだい。な、さあ早く寝ちゃいなさい。嫌にしえると思ったらとうとう雪になってきた。どれ寝ようかと腰を伸ばして立ち上がる。綿にも孫ぼた雪、身も魂も寒寒と冷たい習いの甲州路、どこで打つのかえ金の音。はい。なんで、おめえさん娘さんじゃねえ。はい。どうしたんだい。さっきのお話、私気になって。で、何です。お客様の身の上話。ああ、あれですか。つまらねえこと聞かしちゃってね。あの、お客様。ん？どうしたんだよ。宿帳に書いてくださったのはお客様の本当のお名前でしょうか。でと、もしやお客様のお名前は与之吉さんと。え、おめえ様とどうしてそんなこと。はい、実は私にも腹違いの兄さんがあるんです。訳あった赤ん坊の時お父ちゃんが捨て子して。捨て子？あの、失礼ですけどお客様のお守りの中には何と書いてあるでしょうか。さっきチラッと聞いたことなんだが、なんだってな、おめえさん近いうちにおめえさんがあるんだってな。そんなことよりお客様、本当のお名前は与之吉さんと。与之吉？おら、そんなもんじゃねえよ。でも本当だ、本当にそんなもんじゃねえよ。助けると思って本当のこと。おてる、おてるや。はい、おてる。
ちますぞ。ご飯に召さるな。それより子供に風邪でもしかさぬようにの。では。隣で聞かれてるのも知らないで乗り込んで帰ってんだから凄まじいじゃございませんか。うん、これというのも皆お銀の働きだ。褒めて使わす。ガラス銀という腕っこぎのお姉さんがついてるんだぞ。メドニの土産によく拝んときな。どうしてまたお主が。どうしてだっていいじゃありませんか。さあ早く片付けだ。早く千秋寺。さあどうぞ。さあ早く。あっ千代、鬼てめえよくも。愛さん、犬畜生には私はどうしてもなれなかったのさ。何大変だ。止まれるな。なさるか。そりゃまあ訳は聞きますまいが、お前さんさっき確か捨て子だと言いなすった。それならなおのこと、親にも巡り合わないうちにお上の手にかかったと知ったら、その親御さんはどんなに泣くか知りゃしません。
私も切ない事情から一人のせがれを他人様の軒の下にして、もう二十年余りにもなりますが、今日まで寝たまま忘れたことはありゃしません。寛政七年正月生まれ、生きていたらちょうどお前さんと同じ年頃、寛政七年正月。さっき娘さんからもそんなことは聞きました。何もあっしはそれほど悪事を働いて追われてるわけじゃありませんと言いますと、育ての親がひどい目にあされて悔しさにカッとなって相手をとうとうやっつけました。と殺しは大罪に実するところ逃げ回ってんのも本当の親に会いたいばっかり。ねえ父っつぁん、せっかく会えたせがれさんがもし人殺しの咎人だったら、その時はおめえさん どう思いなさる。はい、どんな罪とがを犯したやつでも我が子はやっぱり我が子ですね。じゃあ父っつぁんはそれほどまでに捨てたせがれのことを思ってなさるんだね。思い出さなくて何としましょう。ありがてえ父っつぁん、俺は人事とは思いねえ。それさえ言っちゃ俺も嬉しい。もう思い残すことはね、立派にお仕置きを受けますよ。バカなこと言いなさんな。お前さんはそれでさっぱりした気持ちになるかもしれないが、せがれかわいい年寄りの前であまり殺生だな。この親父をかわいそうだと思ったら、今の間に一時も早く恨み知りたいに逃げてください。待てんか、待てろ、待てろ、ありがて、とっつぁん。じゃあ、おめえさんも体に気をつけて、一日も余計長生きしてくんなぜよ。じゃあ、お別れします。おめえさんとも話をしたかったんだが、今はそれもかなわねや。だがな、この俺の手を固く握っとくんなぜ。このぬくもりを一生忘れねえで、いつまでも。幸せに暮らしてくださいよ。雪よけ傘を右の手に、左が娘の懐に、素早くねじ込む紙包み、なんであろうと調べてみたら、麻布の十人与左衛門、せがれ与の父我が子よと、父が知るせし片身の失う。あ、兄さんだと駆け出せば、しっかり知れた大切なお前の体
会いたい、会いたいもう20年まぶたに描いた親と子が虚しく別れた雪の夜聞いてきたで。だけどよかったな、とうとう巡り合えたやないか。いや、あったと言っても取り手に追われて逃げるとき、はっと思っただけの悲しい巡り合いだったよ。どうや、もう一遍引っ返せやないか。お前の妹と分かったら、わい改めて、会いたいわ。いや、そうはいかねえんだ。居城持ちのせがれや兄貴がいると知ったら、あの人たちに傷がつか。じゃけど、これからお前、どないするつもりや。うん。お父っつぁんや妹は、俺にどこまでも逃げろと言ってくれたんだ。うん、そらい、その通りや。どこまでも逃げたらええやないか、どこまでも。というて、もうお前、どこまで逃げる？逃げるったって、人間を忘れるもんじゃねえやな。俺は江戸へ帰って名乗ってるよ。江戸へ帰って名乗る？うん。立派にお上のお仕置きを受けるんだ。そう、そんなのあかんあかんあかん。そんなことされたらお前の方どないなんのや。ああ、よかったな。お前とうとうおやっさんに会うてしもたんやな。よかったな。何を弱ってんだよ。お前、5日の約束まだ覚えてるやろ。約束って、なんで？ほら、おやっさんに会うた後、どないされてもかまへんって、あれやねん。そうだったかな。頼りない返事やな。命かてくれる言うたやないか。弱ったな。だからよ、何をそんなに弱ってんだよ。わいわいやな、あだうちせんならんのやで。お、そうそう、そうだっけ。お、よし、いやな、俺なんだよ。あの、宿題してな、めでたくあだうちができたら、俺江戸行くよ。アホな、そんな器用なことできるか。なあ、その何を何弱ってんだよ。元気出せよ、本当に。元気出せってそれは無茶やね。実は敵というのがな、なんてドラやんだよ。いや、そのな、ええか、敵というのはな、つまりその、つまりお前やね。俺よせえな。ほんまやほんまやほんまやで。何を隠そう、ワイワイやな、お前の手にかかった朝日屋久兵衛の子分、上場見の段兵衛ちゅうもんや。じゃあ、あの、おめがの久兵衛の。そうや。あかかかかか。そうだったのか。そうやったんや。すまん。いや、すまねえことあるもんか。そりゃよかった。おだめさん、撃ってくれ。俺は、おめの手にかかりゃ本望だよ。ああ。でも、江戸行けって、一目、お父さんに会ってからと思ったが、何もかも諦めた。さ、遠慮はねえ、撃ってくれ、撃ってくれ。おいてえな、わいは鼻からいや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 言うたが、無理やりに出されてしもたんや。ほんまは敵討ちなんかどうでもええと思っとる。やめような。何、やめる？やめるなんてやつあるかい。おい、この子に呼んで卑怯なこと言うねえ。アホな、それはわいのセリフやがな。あ、そうか。いや、なんでもいいか、さ、撃ってくれ。あ、もういい。よかねえよ。もういいが、撃ってよ。誰か来てえ。おい、早くさ、早く撃ってくれ。あ、人殺し。ええ。
見たことのある顔だが、どうしたんだ。ダンベ、どうすんだ。え、てめえが切らなきゃ俺は あの役人に捕まっちゃうぞ。そりゃそうやけど、お前、俺がこのお役人に捕まったらてめえあたうちゃどうするんだよ。辛いとこやな。バカ、てめえたちってなんてやだろ。よし、てめえがやらねえんだな、俺は腹切って死んじまうから。待て、何をするか。わけを言え、わけを。お役人様、あちら死ななきゃならないわけがあるんです。どうぞ死なしてくださいね。辛いとこやな。ああ、貴様はこの拙者を役人だと思ってんだな。え、じゃあ旦那なんですか。江戸から追っかけてきた役人と違うんですか。バカ言うな、拙者は追われている口だ。へえ、一体どこで間違ったんやろ。あんたはこの男探してんと違いますか。どんぐりまなこで、毛虫みたいな眉毛で、唇大きく鼻すわり、しゃっかり声で、背の丈は五尺そこそこで。そうか。千秋氏、千秋氏。お？お？拙者が探していたのは、あの男だ。あ、そうか。もう、すると旦那、あ、そうか。旦那いつもあっしの後から追われてたんだ。そうと知らねえもんだから、あっしは旦那に追われてるもんとばっかり思ってましたよ。えらい気ぃ使ったもんやな。こらおもろ。何来るから笑ってんで。そう話分かったら、おっ、あたしだ、あたしだ。分からん男やな、まだそんなこと言う。こら、切られたがってる町人、貴様今どういう時だか知ってるのか。どういう時って今なら朝に決まってんさ。朝か。なるほど、そうも言える。この日本が古い飲酒の殻を破ろうという希望なんだ。幕府が倒れて天朝様の御代となる。この新時代の態度が貴様らの耳には聞こえないのか。わからねえ。でと、私元の仇討ちなので命を捨てる場合ではないぞ。でやでや、せやろ、旦那の言う通りや。だって、やめろやめろ。捨てる命があったら国のために捨てろ。武士も町人も百姓も一緒になって日本を立て直す時が来たんだ。どうだ二人、そんなにいらない命なら拙者にくれんか。それはどうせね、命だからことと次第に言っちゃ差し上げのもんでもねえが。うん、じゃあ拙者が手紙を書いてやるから、清水港山本長五郎という男を頼って行け。山本、知らんのか。ええ、東海道名所戸籍の多いところ、中に知られる羽衣の、マスと並んでその名を。ああ、じゃあ、あの、次郎長やんで。ああ、そうだ。拙者とは、切っても切れない仲なんだ。あの男なら、お前たち二人の生き方をきっと教えてくれる。そこ行け。次郎長さんか。よし、じゃあ、行ってみましょう。旦那、旦那さっき、希望の朝とか何とかおっしゃいましたね。あっしは何だか嬉しくなっちゃいましたよ。なんだか歌ってくんだね、したぜ。うん、大空に声張り上げて歌うもよかろう。見ろ、今朝の日の色の美しいこと。富士が見えるよ、雲の上光波打つ朝ぼらけ、山に都に山に都。